失敗がね、うん、誰が首相の時かな、あれものすごい、割り込んだ。記事には書いてあるもんね。三塩鉄、三塩軌道。青木さん転んでください。青木転ばし。青木。一応映しますけどね。え？これ？ああ。福岡。ちょっとうまい。今日も元気だ。ポカリがうまい。あと何？大菩薩？いやー、あと2つ紹介がすごい。もう一枚、これレースって足が長く、ああそう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 。おじさんへっぴり腰になるけどね、はい、ご呼びのお答えして2枚取ってます。ボタン駅ですよ。おー積もってきたよ。うん、まだ早いねえ。いや本当雪だね。いや向こうね雪があるからね、向こうの北斜面を参ったな、参ったね、この雪は。しかしアイゼン持ってきてよ、よかったけど。よかったね、アイゼン持ってきて。えいやいや、本当よかったよ。5月で広瀬ここね。広瀬ここ。この指差しがいいね。はい。オッケー。オッケーよ。明月。オッケー。明月なら絶対。ああ。なっちゃうね。こんなに行けばさ。あの大熊のね、はい、でかいタレットが持ってやるやつ、二軸のタレットとか、その頃ですよ、まだ走りの頃やって、切削屋やってたの。それでここはもう初めて、向こうは友達に任し、友達とやってたんでやめて、ここはもうね、今年30年目、あそうですか。昭和59年から。いくつ？35の時。あそうですか。今6011月で4。あ、私74だから10歳だじゃああと10年でお父さんとしてできる。あの小布施のね、うん、あのいいとこってどういうとこですか。いいとこ、この100名山の中で、うん、まずは展望だね。あ、展望、うん、その展望っていうのは360度見えて、うん、それで南は富士山から始まって、はい、ずっとね、南アルプス、うん、それから中央、八つ、北、ずっとあの浅間、日光連山、それから筑波山まで360度見渡せるから。徳ちゃんが一番好きな山はどこですか。何？山？うん、山、うん？好きな山って言われるとまあ雰囲気はあの奥秩父の原生林のその梅雨時の情景かな、うん、もう景色は卒業したから。
だからやっぱり、あのいくら美人でも毎日見てると飽きるでしょだからまあそういう、あのガスがかかって風情が変わるね、それ光線がこう差し込んだ、そういうめったにないのがたまにあるんですよ。だからそういうのをなかなか狙ってる、狙えばいい写真になるんだけど、なかなかね顔が出してくるね。うん、コブシはあといいところはね、やっぱり秩父も全体そうなんだけど、木がいっぱい生えてて水が豊富だってことね。でほら、あのまずは多摩川の水源でしょ、でここはあの埼玉、それから山梨長野県境で埼玉県側へ荒川でしょ、東京湾行ってる。で山梨県側へ笛吹川、あそこのあれはね、どこだっけな、あの山梨市の向こうの方で、あのそこから流れてきた川と合流して富士川となって駿河湾でしょ。で裏側、西側は長野県側で日本で一番長い川、千曲川、信濃川で、ずっとこっちから行って、あそこの川中、長野市の川中島で槍の方のこう出てきた梓川と合流して、であの新潟県に入って信濃があって行くんですよね。だからそのまあ大河の海のことっていうかね、いいですよ。そこにその水源沿いの登る道があるんですよ、千曲川源流遊歩道、それ歩きやすくて非常にいいですよ、夏は涼しいし。小節はいつ頃、1年間の中で、あの春はあの例えばね、冬だ、今はまあ春の夏の初めですけどね、いつ頃が一番、あのまずプロ級の人とか初級者とか、そういうレベルを上げてこの時が一番、例えば冬だったらどうだとか、そういうちょっと説明してみますか。あのね、まずね、ここは5月はまだ冬ですよね。それでね、下が今ちょうど1000メートルぐらいかな、まあ、新緑がまあまあ、あの始まった頃ですけど、ここはあんとね、6月の終わり頃にならないと新緑になんないから、ここはね。それで雪はどれぐらいで飛ぶ。雪はね、だいたい5月の全部消えるのは末頃ですね。はい、あの北斜面の日陰には残ってる、だいたいほとんど消えるのは5月の末、に消えますね。ですから、まあ初心者の方が雪なしで来るのには5月の末頃からですね、はい、何月頃まで雪なしは、雪なしはね、まあ10月の初め頃までですね、10月の10日の体育の日頃に降ることもあるんで、まあ10月の紅葉のいい、10月いっぱいぐらいなら問題ないと思いますよ。でも雪が積もると素人は難しいですか。いや全然、連休なんかは非常に歩きやすいんで、道、どうしてかっていうと石ころもなくなるし、雪の原でしょ、みんな1メートルなんてあるとびっくりするけど、ほいでも雪の上を歩くから、その雪の深さはあんまり関係ないんですよ。ズコッと落ちるとまたぐらいまで入るけど、だからね、まあケアイゼン、それからストック、あとはまあ防寒具ですね、それ持ってくれば、ここら辺は雪崩はないし、歩きやすいです、慣れればね。この小節小屋のね、PR してください。PR を、ここはね、特ちゃん俺がね、59年から入って今年でちょうど30年目で、まあ、一風親父が変わってるから、話しかけてくれればほいでもこう話をするし、まあ家族的だし、暇な時来れば一緒に焼酎もお客さんいるので、まあ5、6人ならいつも一緒にね、焼酎パーティー、はい、焼酎と、いや名前はなくです、焼酎はね言っていいの。いや私はね、鹿児島の芋焼酎、薩摩白波とか黒霧、安いやつでいいんですよ、一升1600円くらいの、はい、それをね、まあ半々ぐらいで飲んでます。お土産に持ってきてくれるから、白波の紙パックでいいです。はい、いや、ゆっくりです、はい、あ、そうですか。
一週あれば1週間ぐらい持ちますから。あ、そうですかね、はい、あとあの宝のこんなでかい4リットルぐらいのあれも用意してあってお客さんにお湯割り出したりとか、たまにはサービスしたりやってますよ。そうですか、はい、いや、ありがとうございました、はい、8月の第1土曜日、水源祭りっていうんで、千曲、荒川、笛吹きの水を汲んできて、聞き酒みたいなことやってるんです、聞き水を。で、聞き酒もやってます、秩父錦、千曲錦、仮坂道っつうの、買ってきて、それ聞き酒、あとね、クイズ、俺が10問作って全部正解すると100点、それは山のクイズ、山のクイズ、山に関係したクイズ、俺の年とか、腰の陽光とか。それでね、夜はね、その3つの水を合わせてね、蕎麦打ちしてるから、蕎麦打ち、で、蕎麦をお客さんに取る、その日と、味噌か2回だけ。ああ、そうですか。ぜひ、遊びに来てください。わかりました。どうもありがとう。はい。意外と。下りは楽しいって言ってます。上りはやっぱ。下りは気をつけた方がいいよ。ステーン。ああ、そうですよね。やっぱアイゼンしてんの。でも初めてじゃないでしょ。お嬢さん初めてじゃないでしょ、山登りは。山は何度もあるんですけど、雪は初めて。あ、そうですかね。はい、雪は良かった。そうですか。ありがとうございます。谷さん、で浜さんも歩いたんじゃなかったの？いや、歩いてない。浜さん行ってないの？キャンプ場。そうそうそう、あれは横。そうそうそう、どこですか？あ、手前にあるじゃん。大きな家。乗りかけたりして。